はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、先日ね、今年初めての通院でね、地獄を見ました。壮絶でしたね。いや、歯科ですよ、歯科口腔外科ね、歯医者さんね。実はね、年末からね、虫歯がすごいことになってまして、この左側のね、奥歯から2番目の歯なんですけども、親知らずから数えて2番目なんで、実質のところ実際は一番奥歯なんですけども、一番奥ってね、何やねんって話なんですけども、奥歯なんですよ、とりあえずね。その奥歯がですね、虫歯になってしまってて、痛すぎて食欲がなくなるほどでした。しかしね、食べないことには体というものはね、作られないので、実はね、ちょっとね、無理して食べてましたね。で冷たいものはね、特に歯に染みますので、ちゃんとね、温めて柔らかくして、そういう工夫をしながら空腹をね、満たしておりました。他の歯もね、実はね、白血病という、その血液のがんとね、言われている病気の関係でね、実は虫歯になっていて、その治療中だったんですよ。その他の奥歯以外の歯の虫歯の治療中だったんですよ。でもね、今回その奥歯の虫歯がですよ、どうしても我慢できなくて、もうね、歯科に着いた時にもう椅子座るでしょ。でも座った瞬間にですね、先生、左の奥歯がめっちゃ痛いんですとね、訴えたところですね、視診触診してもらうとですね、ものすごい穴が開いています。今日はね、他の歯はちょっと置いといて、ここをなんとかしましょうって言われましたね。でもそこからね、先生はこういうわけですよ。絶対にね、安田さんこれ痛いので、麻酔をしながら虫歯で汚れているところね、今から削っていきますんで、といった感じでね、治療が始まったんですけども、麻酔されるわけですよね。注射でね、奥歯のこの歯茎のところにさーっとこう注射をされるわけですよ。でその麻酔がね、効くと思うじゃないですか。全く効いてないんですよね。ある程度はね、ドリルで削るのは耐えれたんですよ。それなりに効いてるんで、多少は効いてるんで、でもその、歯の神経まで虫歯になってて、神経のに届くところぐらいまでか、この歯茎があったら、歯茎じゃないな、歯ってね、歯茎が見えへんところでも、この、歯って長いじゃないですか。そのほんまに奥の下の方まで虫歯になってたらしくて、どうしてもそこまで削らなあかんという状況でね、治療が進んでるわけですよ。でも僕はこの胸の上でこの両手をこうギューって握りしめてですね、足もね、足見えてへんけど、足もこうギューって閉じてね、すごい耐えました。っていうか耐えれたのかどうか分かりませんけども、休憩しながらね、やってもらったんですけども、その休憩のたびにですね、またあの痛さが来るんかと思いながらね、もうちょっと頑張ってたんですよ。もう休憩も割といっぱい入れるから、その恐怖がね、何回も来るわけですよ。またあれが来る、またあれが来る、またあれが来るってなって、もう俺耐えれるかなともうね、思うぐらいにこうずっと頑張ってたんですよ。今削り終わったらね、次はね、こうセメント的なものをね、穴開いているところがあるから、そこにね、詰めるわけですけどもね、これでも先生はね、こう言うんですよ。これで削るのは終わりです。今から詰め物をしていきますので、少し休憩しましょう。と言ってね、ちょっとクールダウンする感じの時間をね、くれましたね。そこでこう、うがいするじゃないですか。うがいするのもまた一苦労なんですよね。めちゃくちゃしびるんですよ。穴開いててね、神経むき出しになってるわけですよ。ねえ、水でうがいするわけですから、なんていうんですかね、お湯じゃないじゃないですか。なんていうんですか、歯医者で、椅子に座ったら横にね、このなんかトレーみたいなのがあって、コップ置いたらピャーって出てくるやつあるでしょ、お水。あれって、ぬるいけど、冷たくなくはないというか、まあ、冷たいわけですよ、僕からしたらね。もうそれでもその激痛が走って、でもうがいせ言われてるからうがいせなあかんしな、ほんまにした方がいいから下振りやったらあかんかな、いや、バレるよなと思って、まあ、やったわけですよ、我慢してね。それで、削る痛さはもう耐えられないんですけども、口を開けてる、その、顎の筋肉、もう弱ってるんで、病気の関係でね、全身の筋肉がもうなくなってきてた状態なんで、ね、すごい顎の筋肉も弱いわけですよ。だからね、時間的にしても3分もこっち大きく口であーって開けて入れるほどの余裕もね、ないわけなんでね、余計にね、疲れるんです。で、そしてその痛さの余韻が残るままね、詰め物が始まったんですけども、まあ、詰め手はこの紫外線みたいなのをこうピカーって当てて、でまたその注射でね、詰め物をするんですよ。注射でキュッキューってこう、なんか白い液体みたいな、白でしょうね、液体を出しながら紫外線をピカッってこう、ピカッって、ね、当てるんですよ。なんかもう紫外線当てるもんやから、その UV レジンでキーホルダー作ってんかってね、突っ込みそうになりましたけども、痛すぎてなってないんですけどね、ほんまはね。まあまあ、それでね、その詰め物をしていくうちにね、痛さがどんどん和らいできて、まあ、途中にそのエアブラシ的なのをね、こうシュシュってこう振られる時があったんですよ。で、その時って、それをやりながらやから、口の中が乾いてて、冷やされてしまって、その先ほどもお伝えした別の場所の虫歯がね、に染みて痛くかったんですよ、すごい。でもまあその頃には、まあ、その一番奥の虫歯はね、ちょっと我慢できるほどにはなってきましたけども、でもやっぱりね、痛すぎてね、その全部最終的に全部終わった時にはね、ちょっと痛さを我慢してたせいか、まだ痛さを引きずってるせいか、全身がね、ブルブルって震えてましたね。それをね、見た先生と助手さんもね、だいぶ引いてましたね。いやーね、本当にもう毎日ちゃんと歯ブラシもね、歯間ブラシもしててもですね、病気したらね、このような虫歯に、ね、なってしまうんです。まあ、今の時点では、まあ、丸1日経ちましたけども、まあ、このね、今の状態では丸1日経ってるんですけども、まだちょっと少し痛みがね、残ってます。そのすごく奥深くまで虫歯になってたんでね、まあ、仕方ないんですよね、これはね。でもなんかこうよく言うじゃないですか、神経抜いてもらうとかという治療があるじゃないですか。親知らずを抜くとかもそうなんですけども、今僕の体の状態ではね、そういった治療はね、できないみたいなんです。その体のことをね、体の状態をね、考えてくれて、その治療をね、こう一箇所ずつしないといけないみたいです。今日はここやったから、今日はここの部分しましょうとかね。いっぺんに全部すると体に負担がかかると、体力がないというふうにね、言われてるんでね。まあ、その歯科に関しては次回はまた今月の末に歯科だけの通院になるんですけども、その時はそのお掃除をね、してもらいます。その歯のお掃除といってもね、その歯石取りなんですよ。その歯石取りなんで、歯石取るときってドリルでね、軽めに削るんだと思うんですよ。毎回そうなんですけども、その時にこの水をかけながら、掃除機で吸いながらやるので、確実にね、染みるんです。まあ、きっとそのお掃除だけではね、麻酔もしてくれないと思うんで、また痛みに耐えるんかって思ったらね、ゾッとしますけどね。まあでもその今回のね、奥歯の治療ほどではないと思いますけども、まあでもね、本当に今回の歯科はね、地獄でした。まあ、でも小辻選手よりマシかなーなんてね、思ったりしますけども、痛いもんはね、痛いんでね、どこに何されてもね、痛いもんは痛いんですよ。ほんまに病気してからね、こう痛さにこうより敏感になってしまってますね。でもまあでもほんまにね、今回はその希望通りといいますかね、歯科でね、初めて希望が通ったんちゃうかなと思うぐらいなんですけども、奥歯の虫歯をね、真っ先に治療してもらえてね、本当に良かったです。まあそんだけ症状がね、やばかったのかなって思います。先生もね、これはあかん、先に治療しましょうって言ってくれたんでね、もうほんまに良かったです。まあ、次のね、しかもね、頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。